のアイスはちゃんと用意してくれ。そうですよ。あのアイスもね、スポンジで作ったんですよ。あ、そうですか。うん、そうです、そうです。で、菅笠はいちごさんが福岡からわざわざ宅急便で送ってくださって、私なりよく考えたらいちごさんのあの菅笠は私の沖縄に送ってもらえばよかったね。あ、今から思えば、私あれ東京から持って行きましたもんアホですね、あれね。いちごさん福岡から どっちに送ったって一緒だから、あれ沖縄に送ればあのホテルで泊めといてくれるんで、ワンクッション置かなくて済んだんですね。アホでしたでも面白かったです。あのためだけに行ったようなもんで、もうそれ以外のロケ地も随分解明しましたけど、ほぼ完璧に解明しましたけど、やっぱりあの再現動画を撮りたくて行ったんですよね、うん、そうなんです。で、それ以外でも